さんこんにちは、チョコバナーです。今日はですね、最近髪の毛が若干伸びてきたんですよ。巻き髪をやってみたいと思って、今回はですね、やってみた系動画なので全然参考にはならないと思うんですけど、しかもストレートアイロンでやるからねストレートアイロンで美容師の人に教えてもらった、ストレートアイロンでもできるなんかウェーブ巻きっていうのがあるんですけど、それをやってみたいと思います。顔周りをとりあえず置いといて、こうだ、こうやってやって、こうやってやって、こうやってやって、こんな感じ、これかな、これこれをね、なんかいっぱいやっていくと可愛くなりますよって、可愛いし簡単だよって言われたんで、ちょっとやってみたいと思います。どうなんだろうなんか巻き髪してる人ってなんか大人で可愛いってイメージ、こんな感じ合ってんのかな。顔の脇にボリューム持ってくることで顔がちっちゃく見えますよって教えてくれた。ワイピが顔がでかくて悩んでること知ってたのか。こんな感じ違くない、なんかただのボサボサになったんだけど、何これ、ちょっと待って、違くない、なんかワイピがやってもらった時と全然違くなっちゃった。違うな、どうしたもんだろう、何が違うんだろうな。あ、いや、あれにしてみるね、こうやってなんか巻くやつ、なんかストレートアイロンでもできますよ的な感じでよくあるやつをやってみましょう。ちょっとずつ取っていくのがいいのかな。うまいんじゃない、毛先だけしか巻けてないけど。もうヘアアレンジもね、自分でできるようになりたいんですけど、 YouTube をね今見漁ってる。トゥルルーン、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 トゥルルーン。髪型がエレクトリカルパレードだよ。もうダメだ、最初の方さうまくいってた風のさ感じだったのに、こっちよりひどくなった。こんぐらいの髪の毛でできるヘアアレンジとか皆さん知っておりますか？知ってたらよかったらコメントくれたら、ワイピはすごく喜びます。もうね、結べるようになったの、わかる、このこんぐらい。私にしては結構頑張って伸ばした方かなって思います。巻き髪習得したいな、ぜひ私へのアドバイスをお願いします。それではチョコバナーでした、バイバーイ。